今日は山の日です。先月に土砂災害が起こるなど危機的状況とされる伊吹山について再生と保全を目的に協定が締結されました。伊吹山ドライブウェイ山頂駐車場で行われた締結式には米原市の平尾道夫市長をはじめ岐阜県関ヶ原町と揖斐川町の町長が出席し協定書に署名しました。伊吹山では日本鹿の食害によって山肌がむき出しになっていることや地球温暖化が原因で雨の降り方が変化していることなどが影響して土砂災害が土砂崩れが起きるなど危機的状況となっています。こうした状況を踏まえ締結では今後の大災害が予測される大きな原因の日本鹿の数を減らすためこれまで各市町で行っていた鹿の捕獲方法の共有をするなどして協力していくということです。米原市では昨年度の伊吹山における日本鹿の捕獲数は200頭でしたが今年度は300頭を目標として伊吹山の再生・保全活動を進めていきたいとしています。滋賀と岐阜でこれだけの個体数を年間減らすことができるということがもう見えると私はかなり効果的なことになりますのでそこへ結びつけたいと思いますしもう本当に近々そういう対応ができるようなことで努力したいと思っています。はい、今月18日に奈良県で開催される全国金魚すくい選手権大会を前に米原市では今日滋賀県の予選大会が開催されました。米原市役所で行われた滋賀県予選大会には県内だけでなく金沢や埼玉などの県外からも合わせて271人が参加しました。この大会は1枚のポイを使って3分間金魚すくいを行います。チャレンジできる回数は3回とし一番多くすくうことができた数で競い合います。参加した人たちは水の中で動く金魚に苦戦しながらポイの紙がなくなる最後まで粘り強く挑んでいました。今日の予選で10位以内に入賞した参加者は今月18日に奈良県大和郡山市で開催予定の全国大会に出場します。